はい、始まりました。青写真始まりました。いや今急いできたんでね、全然あれなんですけど、明日今日よりも好きになる、あふれる想いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない、君がくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々、歩いた奇跡、僕らので意義が欲しい、偶然ならば運命ならば、君へ振り合えた空って奇跡、太陽に沿って歩いて終わる愛を形にして、いつまでも君の横目は離さなくて、ありがとうや、愛してるじゃん、まだ足りないけど、せめて寄せて幸せですと。はい、それでは、オープニングの方どうぞ。はいどうも、この間そのまま終わってたんでね、今までこの場で歌ってました。はい、本当は今日ね、ケイタも一緒に来て、これ上着がね、これケイタとお揃いなんですけど、これね、しかもお揃いっていうか、僕社長からね、誕生日プレゼントをもらって、で社長もそれ気に入ってて買ってて、でケイタがそのお下がりをもらったからっていうね、部分でね、これお揃いです、ケイタと。はい、まあね、最初からね歌ってたんですけれども、やっぱり来てるね。癒し系、ありがとうございます。女はテディやろう。そうですね、テディしかいませんからね。あ、これ、お、いいね。あ、嬉しいこと言ってくれる人よね。りょうさんと出会えた奇跡、ありがとうございます。誰かなこれ。でもね、あ、そうなんや。そんな始まりであるって、なんかパクリみたいな感じになってるやん。そんなことないですよ。最近歌う、あ、そう、コーナーがね決まってないからね、歌ってる。コーナー決まってるから歌ってるんですよ。いただきます。もう全く同じ感じだから、なんか馴染むしね。ケータね、来てますよ。ケータ来てる。ケータ今日もなんかね、差し入れが来てるんですけども、ケータ来てから開けようかな。どっちか分かんないからね。先にケータ、あ、ケータ来た、ケータ。歌もありがとうございます。まあでも歌うまい風に聞こえる歌い方をしてるだけで、僕大してうまくないんですけどね。これエコーを切れてたらもう全然やから。ああ、というかもうそろそろもう、ホワイトデーですよ、ホワイトデー。みんなバレンタインを結局誰からあげたんかね。僕はね、バレンタインいろいろもらいましたね。チョコはあれやつなんで、めっちゃ甘いのじゃん。まあでもたまには食べたくなるけどね、1ヶ月に1回ぐらいね。ちょうどバレンタインで重なったからよかったけど、バレンタイン何もあったな。まあなんかネクタイとか、あとなんかこれ今まででもらったことなかったんやけど、バレンタインに初めて弁当をもらうっていうねこともありました。びっくりした。まあ美味しかったんでね、あれですけど、前回も言ったから。ホワイトデーのお返しは、僕はもうね、いただいた方にはもう全て準備しております。予約してきました、この間。そう、花粉症は全然大丈夫じゃない。何をお返しするのかって言ったら、それはもうね、もう来てからのお楽しみというか、ホワイトデーにそのまま、じゃあ初回指名で来たっていう子には、じゃあもう特別に、先着5名で準備しておきます。イベントだからね、どうなるか分からんけど予約してますよ。もうなんか定番の何、もう伊勢丹で買っとけばいいでしょみたいな感じはもうね、なくそうと思ってね。もう予約しますよ。あれ、多分僕はもうもらったもの全部食べるし、もらったもの全部ね、履きますよ。今日この靴下もね、
もらったもんなんですけどね、ちゃんと履いております。はい、お返し、まあイベントは基本多分ね、あの初回入れないと思うんで、お返し、まあ初回指名じゃないとっていうのはもうどういうことなのかね。イベント行きづらい、まあ女の子でもなんかね、まあ混み合ってるから嫌いみたいなのもあるよね、やったらね。まあでもうちのお店結構なんだかんだ、混んでるので全然吐くって、いや食べて吐いたらもう最悪でしょいやいや吐きませんよそんな。通したら可愛いよ。じゃあこれもらもうもらえプレゼントしてくれた人のセンスがいいってことですね。どんなイベント、どんなイベントなのかな、どんなんのかな、まあどうなんかな、僕もねちょっとね、あの曖昧でございます。まあなんかやるんじゃないかと。食べて吐きません、ちゃんとね、いただいたものは丁寧にするタイプなんで、もらったお酒もちゃんと飲んでおります、今日は。そうそう、しかもケイタのね声聞こえたんだけど、多分あいつ絶対タバコ吸ってんな、多分見てないけど。ケイタもうすぐ来るよ、もうちょっと待って。いやいいねいいね。今日はね、まああとはじめがもういないから、まあ先週も言ってたもん、ナチが来るからね。ナチの字だけなんかすげえナチでけえな。ツイッター、あ、そういえばツイッターとかもみんななんかフォローとかしてくれてんのかな。ツイッターとかインスタとかでめっちゃやってんだけど。僕タバコ吸いません。でしかもね、あ、なんかインスタとかツイッターとか、何だっけな、8000円払ったら追加でね1000人フォロワー買えるらしくて、で、あ、マジフォローしてありがとう。それでね、まあツイッターはなんか何ドットリーみたいのがあるから、まずインスタ買ったんですよ。8000円で1000フォロワー買ったら、フォロワーほんと増えるだけでもう全然変わんなかったから、もう全く意味なかった。インスタグラムっていうなんかその何ていうのかな、何て言ったらいいかな、あれフェイスブックのもっと軽いバージョンみたいな、言ったらなんかビューティープラスまでいかないか、なんかそういうあれで全然来てるわけです。はい、ありますね、いろいろ。はい、あ、おいで、俺もこれ来といた方がいいんじゃん、これ。さあ、いやいや、ガタガタやんない、ガタガタ。8000で買いましたよ、試しにね。一緒お、一緒だね気持ち悪すごいね、なんか、はい、ソロ可愛いでしょ。はい、眉毛、眉毛ね、あの予定ではね、明日、昼間に起きて、染めに行きます。熱いんだよ、脱いでいいですか。いやいやいや、そしたら俺もだってわざわざ、じゃあ俺あえて着ておくわ。いや、熱いよね、これね、仲良、まあ、しておくわ。ゲイじゃないわ眉毛染めますよ、明日ね、染める予定なんで、髪も切ってまたね、銀に戻します。今、金なんでね、色が。え、ね、とか、主任コメント少なえいや、そんなことない、コメントな、そんなことないって、まだ始まったばっかりや、そんな。これから、これから、まあ、確かに一緒に歩いてたらね、しゃー、銀です、もともと銀やったからね。ああ、そうやね、うん、もらったもの、ケイタが来るまで待って。つか、今日なんかサンドイッチ来るとか来ないとか言ってたけど、来てないんかね。そう、まあ、それ待って、それ待ってたのな。死んだ。じゃじゃーん、はい、なんすかこれ、わかんない。じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、ワイン、ほんま。あ、しかもこれあれか、せっかくもらったもの、お、もうこれわざわざね、高いやつだと思います。しょっぱなから、ん、歌うからそれごめん。サンドイッチ、そう、サンドイッチ、歌舞伎町で美味しいサンドイッチ屋さんが最近ね、できたっていう噂ですよ。そう、前から差し入れあるっていうの嬉しいよね。いよいよ、これは、これ、あ、すいませんこれありますか。あ、すいませんね、どうした。これはちょっとおもろいこれはちょっとおもろかった。え、どれどれどれ、あったあったあった、え、前に落ちてる、え、でもあれ落ちてよ、うまっまあ馬は多分僕に似てるから的なね、うん、それはなんとなく分かった。あとはね、僕あの好きなライオン、あ、すげえ、超リアルじゃない、ライオン
すごいな。僕とライオン。え？僕とライオンもらいました。いいねいいね。似てるね。なんかケイタの方が顔でかくない？そりゃそうや。そりゃそうや。主任より小さいよ。この間ね、どっかの歌舞伎町のご飯屋さんで1リットルビール頼んで、僕は顔と同じぐらい、僕の方が顔ちっちゃかったんですよ、直径で。ケイタの方が顔でかかったからね。あれはびっくりしたわ。じゃあライオン、私も欲しい。馬はいらないけど、来て。運賃？運賃ってなんだ？あ、そこと、あ、懐かしい。ショートになったね。習字？え？習字ってんの？ショート、まだ全然変わんねえか。いやいや、いいね、いいね。1リットルビールあるよ。画像送ってみる？画像送る？さあ、やる気出てきた。今日は飲むぞ。いやいや、もう、いや、飲んでもいいけど、遅くない？これ飲もう。え、もう飲もう飲もう。あるわ、あるわ。ちょっとなんかね、僕今いろいろあって酔っ払って今壁に穴開けてきたら怒られましたね。いや、もうそれ言わないでおいたんだけど。ほんとダメだ。あんまこれ多分ニコ生とかあんま言ったらあかんねんけど。いや、普通に言っちゃダメでしょ。今ね、後輩のことを思いっきり怒ってきて、ちょっとしばこうかな思ったら、ほんまにちょっと壁に穴開いてもうて。で、今ちょっと若干台本に詰められてきた。だから今日遅れました。はい、すいません。言うなよ、お前それ。言っちゃダメなやつや。僕はクズみたいなやつなんでね。まあね、若いですからね、うちのケイタさんは。いや、しかもね、これ何があかんって、別に僕が直接殴ったわけじゃなくて、うんを思いっきり、まあ芝生でええで壁にボーンやったら、そのまま穴開いて、力入れすぎる。なんか俺が悪いみたいになったから。いや、お前が悪いよ、そんなん。やったらお前が悪い。そうだね、骨格の問題かな思って。いやいやいや、全部否定するな、全部。いいね。やばい、いただきます。はい、僕もワインいただきます。いただきます。あれも香りがうまい、これ。ああ、すごい飲みやすい。あ、これピエール・ボリーが作ったやつですか。いやいや、もう完全に読んでたのね。ピエールボリーっぽい味するっすね、これね。飲みやすい。うまい、これめっちゃうまいっすよね。チーズ、パルメザンチーズ欲しくなるね。パルメザンね、なんでこれ言うの。言えてねえ。今俺のパルメザンチーズが和義何してるに聞こえたことない。すげえ聞き間違えた。いや、滑舌が悪いんじゃない、結構ね。PL って誰？PL？ それはもう学園しか。これの子でしょ。あれ、ポザルリー。いや、もう最終的に分かんねえじゃん。ピエールボリー。PL ではないよ。あ、さっきの1リットルビールの画像が出るらしいです。おー、行くね。はい、どうぞ。はい、お、ケイタの顔長。いや、でもそんなでもないでしょ、これ。いや、って左が1リットルビールで、右が普通の。はい、びっくりするでしょ。トモヤ、トモヤ、しゃーないよ、そんな。いや、この時点でなんかもうな、あれもんな。おー、なんだろうな。みんな、仕事お疲れ様です。あ、お疲れ様です。顔長って言われてるよ。もういいよ、今更知ったこっちゃないわ。あ、パルメザンチーズってかける方じゃないですか。なんだっけ、なんかあったじゃん、なんか薄いさ、薄いやつあったじゃん、昨日食べてたね、昨日。おー、絶対分かってない。全然覚えてない。やったね。そんなん食べたけど、チーズ昨日食べてへんし。絶対食べた。絶対食べたわ。いやいやいや、チーターじゃないわ。美味しいけど。イケメンはいないんですか。いねえよ、うっせえな。いるやん、いるやん、いるやん。そんなイケメンしか興味ねえんだったら見に来んな。大きなお世話じゃん、ボケや、お前。最近のケータイケメンパラダイス。細いやつってなんぞ。細いやつってなんぞ、どういうこと。細いやつあれやね、このチーズの話やろ。あ、そういうことね。なるほどね。グッドモーニング。あ、今起きたんか、おはよう。ケータイケメンパラダイス。そうなんですよ、僕イケメン、イケパラのエースに移転することになりました。いやいやいや、もうあそこにも目の前営業してねえし。ケータイの靴下見せて。今日あれや、クレヨンシーンじゃなくて。かわいいっしょ。うん、いや
あるよね。ケイタ君生え際やばくない？これね、ほんまに今日の髪型やばいよね。これ若干自分でもこれ今日やばいな思っとって。だからいつもより分け目すごいね。でもすげえ。分け目の感じあるよねったらね、俺もだって分け目とかそんなやったらやばいもんって。ラクレット、ラクレットってなんだろう。やっぱハゲてるよな、なんか。そんなことないよ。そういう年や、そういう年。形ってのはそういう年だからね。リブ、リブっていうかなんかあれ移転したんじゃないのあれ。多分移転しましたね。目の前に当たすもんね、だってね。なんかもうホスト自身あんまね、詳しくないんでね、全然わかんないですけど、うん、俺も分け目作って、俺ここに分け目あるよ、ここほら、ここほら、9191、ほら、ここにある、ここ。僕もそんなんでもしたら91やん。俺のダンス見たら、俺のダンス見たらまだね、練習中ですよ、練習中。こんな感じ。え俺と髪型恐るじゃない。しかもちょっと薄いしな。まあ別に僕はハゲでもいいんだよ、もう最悪。しゃあないよ、そんなんだって。中身やからね。こんな反り込み入れとったら多分みんななんだよ、これ多分昔ちょっと反り込み入れてましたみたいな感じだったら絶対こうなんねん。わかるよね。もともと群馬のヤンキーやったもんな。そう、しかも髪は多そうで、それ正解やねほんまに。ね、ボリュームの問題があるから、ね、僕チン、じゃあチンコちゃう、毛が硬くて太いんですよ。どんなにたまにちょっと間違えそうになるから、ね、硬くて太いって言ったらチンコなっちゃうかな、間違えない。確かにイメージ似てるけど、あ、でもほらハゲててもケイタ好きで来てるよ。ほんまやね。いやでもなんかハゲててもって別に言わんでもいいや、別に。別に俺が一番気づいてんねんから、ほんまに。また髪の下って、俺ら結構髪の下結構俺ら気にしてるやつみたいな、やめて。ほんまにね、今も結構ソリ入れてますよ、僕、うん、たまにあのまんじとかも一緒に入れたりとか。いや、入れねえだよ。どこのヤンキーだよ。だいたい暇だったらこんじ焼きしようかって言ってますもん。あ、でもハゲだから好きなのかも。確かにね、ハゲってでも魅力あるって言いますもんね、海外とかね。あ、でも、そうだったっけ、前ハゲはモテるみたいな。あー、なんかな、うん、金髪、あ、村上くんたまにやります、患者には。おわ、まあ、最近ね、全然やらなかったよね。ブルース・ウィリスはイケメン、もう全然もう日本人じゃなくなってるし、まあ、確かにね、海外ではって言ったしね。それは正解よ、ほんま。ええな、優しいな、でもな。でもめっちゃまんじきた。男の子は髪の毛の量じゃないよって。まんじどこにあるんですか。いや、そう、ドゥルル370万。ああ、全然わからなかった。読めへんかった。まあ、確かに、ルに入ってるからね。しかも、ジャンレノじゃなくて、ジョンレノね。え、ああ。ジャンではないよ、ジョンネ。似てる人かもしれないね。うん、男は髪の毛の量じゃないよ、硬さだよ、みたいなね。いや、書いてる、書いてる。確かに、硬さあってもよくわかんなくない、うん、なんかもう、テンパみたいだでしょ、言ったら。テンパ。いやー、いいね、いいね、いいね。髪薄い。僕はもう今、痛みまくってるからね。めっちゃ薄いかもね、言ったらね。うん、あ、また髪染めるしね。これ4時間かかったからね、4時間ブリーチ2回とカラーして4時間かかりました。うーん、全然全然かぶってる。何の話食べてるの。ジャン・レノンなんですか。ジャン・レノンってのがいるんじゃん。あー、わかんないけど、これ違う人。え、ジョン・レノンとジャン・レノン、え、ジャン・レノンってのがいるってこと。プシュッシャー、入ったー。ジャンネの気になるからちょっと一人でソロからしたんですか。ソロから、うんうん、最初したよ。いいな、ケイタも花粉症、僕ね、花粉症です。ケイタも花粉症、ケイタは花粉症、一緒や。質問、レオン、レオン雑誌ね、うん、知ってる。ジャンネの、ジャンネの出てきた、ジャンネの。これジョン・レノンちゃんすか。え、ジャンレノって書いてある。あ、ジャンレノ、ジャンレノンとかそういうことじゃなくて、ジャンレノね。ちょっと待ってな、ビートルズはジョン・レノン。え、これこれだろ、この人だろ、これ、うんうん、なんでこの画像選んだか分かんないからね。そうそう、今めっちゃめちゃスタッフが上がってます。あ、ケイタスラムダンク出てたって。あー、そうそうそう、うん、うん、はい、スルースラムダンク出てたんですけど、あんま拾われへんやろ、ほんで。安在する。それはちょっと無理があるよ。あ、あれだよ、諦めたら試合終了のもあれもう無理やしね。諦めるとこさやな。CM ってゴリ、確かにね、ジャベルみたいな。え、そうそうそう、うん、おー、ソフトバンクね、うん。え、何か何でしょう。あ、CM ですよね。
え、あのジョン・レノン。おお、車の CM だ。ドラえもんのやつでしょ。チャンスか。ドラえもんのやつ。ドラえもんって出てる。ほら、ドラえもんの時だ。ほら、ドラえもん、え、ドラえもんのアイアンドラン先生で。いや、多分車の CM でドラえもんとあのジョン・レノンが出とった。え、ジャン・レノンじゃないの。あ、ジャン・レノン、ジャン・レノンでしょ。ジャン・レノン、ジョン・レノン。この話もややこしいだよ。あー、ドラえもん役の人。そう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 、それや、それや。ジャン・レノンを意識して、じゃあ今日ショッツはこじゃれてきたってこと。お、いいんだよ、あのグリーンだよみたいな CM あるじゃないですか。それ鍛錬のやつじゃないちゃうか。だいたいね、僕諦め結構早いタイプなんで、むしろやろうともしないんでね、僕ね。はい、ダメじゃねえけど、うん、こじゃれてきたのはまた違う。 なんで今日あれなんですか。なんだ、見たかったな。妻、夫、木、端。いや、妻夫木聡。ああ、妻そんな言い方する。妻夫木聡がね、出てたやつね。そうとも言う。なるほどね。安西先生と今日あのジャンレノの話すごいね。いや、ほんまにね。あ、ホワイトデーの話だけなんだな。買った？ホワイトデー、あ、買ってねえわ、やばい。でもまだ全然時間あるから、ね、まだあと3日あったらね。大体むしろ僕チョコあんまもらってへんしね、ほんで。いや、まあしゃあない。人のお客さんばっかもらって、自分のお客さんに多分1個ももらってへんのちゃうかな。俺何個だった。え、多分まあ10個ぐらいもらったんですけど。そんなもらった。大体全然10も多分いってないわ。大体人のお客さんから10個ぐらいもらって。めっちゃ気になれてる。ほんまに自分のお客さんから多分1個ももらってへんかもしれん。なんだよな、これ。やっぱそういうことなんやろね。あ、うん、まあでも好かれてるってことの証拠だからね。はい、あんま好きじゃないやつに好かれるみたいな、そういうタイプなんだよね、僕ね。最悪だな、お前。ケイダ、これツンデレ、ツンデレがあるんでね、ツンデレが。ほんまに。なんやろかね、うん。ホワイトデーで、リスナーの方々はホワイトデーでもらったらって言ったら、一番もらって、お、こいつやるやんみたいな、なんかあった。じゃあ行こうか、うん、もうホワイトで何もらったから嬉しいかな。それも言ってくれたらあげるよ、全然。あげんの、現金で送るぜ、うん、そんなん無理や、ホワイトでちゃうし。金使ってからも言えよ。アクセサリー、ああアクセもあるね。アクセか、まあ、俺高い紅茶、ああなんかちょっとおしゃれ感あるね、うん、あるある。やっぱ自分から告白するタイプ。はい、うん、どうなんかな。まあまあそうです、まあ男なんでね、言ったらね、真心とか来てる。ユウスケの話かな。ユウスケリアルすぎるわ。原付買ってた時やけど。原付やったら僕の後輩に言ったら、ちょっとマフラーがうるさいけどいけるんちゃうかな。もらえるもらえる。サマーさんなんかシュシュ、うん、シュシュとかなんかすげえあれだな。あ、優しいね。じゃあポニーテールあげたらいいですかね。いや、それはシュシュの方だよ。できる方。うん、香水とかだとさ、匂いの好みあるから難しくない。うん、確かに。香水何使った。 iPhone、 あ、iPhone ケースね。まあ、iPhone ケースじゃ、俺これ探してくるわ、これ。これね。香水、これ。女の子は香水っていうより香水っすね。いや、それもういろんな話に出てくる。もうこれ言いたかっただけやから、ね。俺がなかなか突っ込んで。これずっと言いたかっただけ、今。いいな、あの、結構みんな、まあ、温泉旅行、まあ、そういう気持ちとかも嬉しいよね、なんか話とかではなくて、ね、チャンバー付きっておもろいね。チャンバーってね、知ってる子だね、チャンバーって久しぶりに聞いた俺。匂いの知り分かんないの、細しか、それはまず難しいね。あ、確かにね。香水何使ってる。僕、香水は侍です。いや、もう中学生になっちゃう、それ。違う、これでも結構いい匂いですよ、シャンプーとかも。あ、なんか新しいやつ。そう。あ、本当にもうザ・サムライじゃなくて。そう。あうん、俺ラルフ・ローレンとか使ってたよ、コロスポーツ、青いやつ。なんかの剣士みたいな感じの名前するんですよ、それね。なんかのラルフ・ローヘンみたいな。びっくりすぎる。結構強そうな剣士のそういう名前でしょ、多分。一瞬本当わかんない。女子が香水つけるってどうなの。どうやろうね、実際香水めっちゃいい匂いしとっても、実際セックスした時におめこめっちゃ臭いとかなったらちょっと引くしね。いや、どういう展開なんだ。これ逆に NG ワードとかなってへんから大丈夫。じゃあバーツくれ、うん、担当のお揃いの香水欲しい。あー、やっぱ匂いをね。確かにね、そばで感じるからね。
なんかでもなんかこの香水つけたらあの人だなみたいな思い出される感じよね。あ、だから今一生懸命香水探してるんですけどね、うん、どうやな、女子の香水何がいいんですかね。何がいいんかな、女子の香水とか全然わかんない。ラッシュとかするよね、ラッシュ。あー、うん、それ香水ちゃうくないですか。いや香水じゃない、それあのだからそれあれだろ、そっちのショップの方じゃねえからもう。あわわの方で、ラッシュってあるじゃん、グッチのラッシュってあるよね。あー、石鹸じゃない方で。いやだから違う、ずっとそれかと思ってて。大体困ったらプレゼントあの香りにください。あー、ほんまにね。大体ホワイトでもラッシュで済まそうかと思ってたしね。いや、持ってんのかい。ほんまに持ってんのかい、うん、そうだよね。黒い、あ、黒いとか多いね、うん、あ、多いかもしれへん。確かに、うん、同じ香水、あ、でもなんか人の体臭によってなんか同じ香水つけてもなんか全然違う匂いしない。あ、脇がのやつが自分の脇が気づかへんと一緒かね。いや、その感じ一緒なのか分からないけど、うん、そうだと思うけど、それはそうだけど、ね、だからね、いやー、ちょっと今日もコメント、あの、2000いったら延長するから、今コメント今すぐしてよ。今から行ったらあと30分あるから間に合うで、2000は。まあ、今からな、今から1500な。一人だとこれコメント制限とかないっすもんね、これね。おお、そうだね、言ったらね、うん。手で怪獣作れる。おお、これ、これ、これ、はい。そうなの。はい。これ、これで。これ多分雰囲気で大体ごまかせる。こんなん絶対見てへんから、もう雰囲気で大体ごまかせるし。大体ね。うん。コメント頑張るね、ありがとう。ランジェリで下着？ランジェリー下着ですね。おー、ピーチジョーンでしょ、ピーチジョーン。でもこれ、僕下着には結構熱く語れる話があるんですけど、これやっぱティーバッグは履いてほしいけど、初対面の子でティーバッグやったらちょっとうーって思う。いやどうなんかね、この、なんて言うんやろな、こいつなんかめっちゃ頑張ってるやんっていうのがあんまりにも伝わりすぎたらちょっと、なんやろね。まあでも生まれてからずっとティーバッグしか履いたことないみたいな子いない？たまに。ああ、たまにいるでしょ。僕がいつもふんどし履いてるんで、そういう感じですか？うん、だいたいたまにひもパンやからな、ひもパン。いや確かにね、どうだよね、ティーバッグも嬉しいけどね、すげえ、うん、あ、そう、わかんないけどな。今日コメント打つのしんどい、なんか重いらしいね、なんかね、すげえみんな見てくれてるのがね、これね。あ、そうなんだ。コメント打つのしんどいってどういうこと？だから、あの、読み込みが遅いってことじゃないの？そんなんあるんすか？いや、あるでしょ。見たことないの？お前、見たことないの？ないっすね。最悪だな、お前。こんなん自分たちのあれ以外見ることないでしょ。あ、それはなかなかね。なんだ、ニコ生の人捕まったのか、すげえな。あれでしょ、あの、無免許運転で乗っけ取った、新八丁みたいなやつやろ。いや、新八丁出てるしな。あ、だからそれ言ってたの。そう、今日これ僕も店で話しとったんですけど、俺全然知らなかったから、こいつ何ツイッターの話してんのかな。これでも今日テレビのニュースでやっとったよね。マジか、俺今日だってもうずっと潰れてたしな。やったよな。でもその人フォロワー何万人いてる人マジですごいな、8万だっけ3万だっけな、どっちか。8万も3、いや差もすごいけど、ブラジル人全然わかんない。うん、ブラジル人はあれや、ジョニーデップ。深夜っちょは何、ホストなの？どうなんすかね。深夜ちょっと枕したことあるよって感じ。うう一般人とやることあるって枕でも何でもないからね、ほんでね。ただの行為だね、だね。すごいよね、コメントスラスラ打てるよ、それは打ってもらっていいかな。いや、いいね深夜っちょイケメン、確かにね。アンドアヘア、アンダーヘアツルツルだった人全然控え、この僕パイパンに限ってはもうめちゃくちゃ嬉しいかもしれん。嬉しい嬉しい。なんかすげえ開放感を感じるってか、でもこれ年取ることによって男って毛生えてる方がいいっていう人に分かれるんですけど、これ、あ、いや、パイパンは最強、ね、むしろパイパンにしてほしい。あ、ね、むしろパイパンにするのが気持ちいい。してなすか。確かにね、これはほんまにある。右はロバートの秋山さんですか。はい、僕ですか。え、どっち、こっち、右、こっち、俺や、え、右、俺や、まあ、ロバートの秋山の真似しようと思ったけど、お面買ってくる。そう。それ俺も今やると思う。お面がなかったからできへんから。いや、ほんまに。で、そろそろね、一回半分入るんで、そろそろ CM 行きますか。はい。はい、ではそれでは、締めの方、どうぞ。はい。
見習は今月の売り上げ300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員に。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円。簡単だな。簡単だろ。イエーイ。はい、来ました。どうも。あ、あ、じゃあ、タクヤナチの隣だわ。あ、そうや。俺がこっちや。俺どこだち。ナチすんで、ナチすんで。俺合ってる。入金30円舐めんなってどういうこと。30円今日入金してくれたかな。うん、30円かけする方もなんかすげえ切ないけどね。ナタさんって感じですね。これ、ナタさんどれ。ナタさん、あ、いく、自己紹介が、これがタクヤ。タクヤです。終わり、終わり、終わり。早っ。ナタ言ってください。タクソさんって初、いやいや、3回目ぐらいです。しかもタク、ヤーやね。タクソさんってすげえ、タクソさんってすげえ言いづらいでしょ。人間じゃないけど、名前も人間じゃない。なし。確かにね、ナイキーさんっぽいですけどね。今日もナツさんは格好をつけます。そしていらないとこばっか拾います。はい、高谷さんはナイキンです。ナイキンじゃないです。お、ツイッターフォローしました。あの、フォローの方が違います。いや、それ言ったらあかんよ。俺が言うとか。いや、そうせん、なんか俺が今言おうと思った。あー、いや、僕の方が早かったっす。新橋の人は間違えて入っちゃった。どれ新橋、新橋の人って新橋どれ。いや、サラリーマンだろ。あ、あー、そういうことか。高谷、顔赤いな。いやね、すぐ赤くなるんだ、僕。そんなサラリーマンっぽいですかね。どうなんすかね。たくやさんは妊娠中。生まれるの。ああ、そうっすね、今7ヶ月なんすね。ちょっと待ってください、これ。蹴った。もう、とてつもないんでね。すごいよな、今、たくやいくつ。いや、僕22っすね。全然違うから。おお。ナチなんて最近もうバキバキやもんね。おぉ、近いとこね。みんなこんなんじゃコメント2000いかへんで、2000。おぉ、いかへんで。ガードしちゃってるのはどこの場合ですか。早打て、早打て。おー、ナシが声かけられた。ナシが来たから今日初コメあって。おー、人気者っすね。そんなの僕欲しいっすね。そらっちーって言ってますもんね。ふなしいんだな。ナシさん、お腹見せるの。お腹見せるの、これ。おー、どこの焼き鳥屋やな、これ。すごいよな。うん、コメントやっぱ頑張ってほしい。頑張って、それは頑張ってほしい。ほんまに回っていいっすか。どうぞ。ブドウダブルやで。話すね、ナツさん。これ俺のワイン。フナッチーのツイッター。フナッチーナチジルプッシャーやで。僕はいつも絶好調です。今日に限ってはもうベロベロで、結構滑舌がね、もう結構ギリギリなとこまで来てるんですけど、これね。そんな風なの。ちょっと待って、何言った全然拾う。りょうさんだけ髪色明るい。そう、ハムです、こいつは。こいつ、どういうことだ、こいつ。え、ちょっと何、フラッシーラウンドって何なん。フラッシーラウンド、あ、それ聞いたことないです、僕。え、あの、原宿のなんか、あの、何、フラッシュのグッズを売ってるやつじゃなくて。いや、そこもあるんですか。え、なんかあんじゃん。あ、そう、キティランドか。いや、サンリオピューロランドっすよ。え、あれ、キティランドじゃないの。え、原宿のやつだよ。やば。ナイスさんのホワイトデーは何あげるの。なんやろ。言わへんで。言わへんかい。もらった人にしか分からない。あれ大事やね。明日初回は全然来てください。僕もいます。全然ね。船橋ララポート金曜日オープンする。みんなで行こう。グレタムカフェなんてのは知らなかった。いや、ほんまに。俺ランド違いでどういうこと。ランド違い言わんのかーい。イエローランド、イエーイ。りょうさん、早口言葉やってよ。生ゴミ、生ゴミ。あ、これ歌う、これめっちゃいい、これめっちゃいい。これ誰、これ歌う、歌います。ピアさん歌います。今の青春の子だ。これ、若め、若め、若め。あ、間違えた。ちょっと違かった。わからたんかい。合わせるすか。合わせるすか。合わせるすか。私とあなたで夢を描く。風に思いをさせて。
今日はさすがに誰も卒業しないからなかなこれでも今日3月10日やからちょうどいいかなと思ってとりあえず入れといたんですけど今日は僕歌ってるとこ誰か触れてくださいめっちゃ嬉しかったっすいやしかも拓也はねあのうちのバンドのボーカルなんでね、はい、ボーカルふれですうちのボーカルで、ね、す拓也さんは少しずつ餌を食べて食べますもっとコメントして大きな首輪をした鳥今度300円持っていくから君が歌う歌う300円だろ300円かな300万かな コメントもっと頑張って頑張って時間が全然ないよ話してくださいもう瞳は閉じれば、あなたがあ、りょうさん歌ってくれたりょうさん歌ってくれたりどれほど強くなれたでしょうあなたにとって私もそれありたいよいしょいラブラブナチと、タクヤはバンドのボーカルしてます VK です サンダルとか良かったっすけどねそうそう俺これ俺ロックですあ、これいいっすねロックじゃないけどねいやぁ、まあ、ナチがちょっとビジュアル系チックな感じでタクヤは、まあ、ロックとかパンクっていうかなんていうかねワンダイレクションとか歌いますそうですあの歌ってる時はなんかね彫り深くなった気がしますねやっぱり外人っぽくなってるわけですねはいそうですね外人っぽくなってますナチさん踊れますナチさんルナシ歌って映画もナチさんナルシ歌ってほんまにその通りやもんねメルティーランって言うの3代目僕とかもめちゃくちゃもうダンスずっと練習してるわね今流れてるよほんと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 ランニングマンっすねその瞬間をとケータケータはね部活入ってませんルナシ歌いたいルナシもう入ってないよな僕はどこの部にも所属してません帰宅部ですいやそんなやついるかお前部活入ってるナチは何入ってるっけ僕は美術部部長ですね美術部長かおめっちゃ変な空気タペヤタペヤはめっちゃ変な空気な普通に面白くなかった一応ですねこの7ヶ月みたいなお腹してるんで腹筋部一応入ってます一番多分遅いですけどねこれどうにかならないかなっていうお、読める787番これモグラやねああ、そうだねあれが出てモグラの歌そうそれねモグラの歌モグラぐらい読めるよじゃあもうみんなこれじゃこれをランニングマンみんなで踊るこれ踊れますかいやいやでもダンス部一人だけじゃないですかそんなお前って3代目めっちゃ好きやあそうっすねいやもう見てるだけです腹筋部腹筋します炭水化物できます昨日ご飯食べましたでも炭水化物我慢できませんよこれ抜いたらボケるらしいねこれあ、そうなんすかいや、これこの前調べていやでもなんか、1日1個おにぎり食べた方がいいらしいですからでもさ、炭水化物抜いたらさ、筋肉、脂肪も落ちるけど筋肉も落ちるっていうようなじゃあ、見ようかないや、マジ両方やった方がでも俺多分割れましたよ、僕多分ここ最近、ほらあー、なんかもういい感じ、なんかいいで、すごいギャランドやばでもこう見たらギャランド超綺麗すごアンケート、この距離で見たらですねアンケート何がいいんかねこれは、バンド、ダンス、サイクリングサイクリングスノボ入ってますあ、僕もスノボ入りたいですはい、無理ですはい、やめますはい、やめますスノボは、スノボはある程度ナンバー入ってからじゃないと行きませんいやコメントが少ないよもっと頑張れ、頑張れ頑張れって言ってた今頑張れって、頑張れって今回がコメントめちゃくちゃ少なかったらナチさんとタクヤは二度と出さへん逆になやばプレッシャーすごいなんかしゃべろてか俺でのつまらへんでじゃしゃべんなでください今日これはもう大体俺判断で抜かすからもうランニングマンコメントゴンバルあたかくんってあやば初めて来たおまあ、タクヤ好きなやつはろくなこと言えないナンバーが10件だけじゃないですから泊まりに行くんでねなかなかねすげえな、スノボはナンバーが条件そうしようかなの 3P 経験あるすごいねお、行こうかもう適当にコメント行くね誰が一番枕うまそうかアンケート行こうはい、そうそんなアンケートあるの行ったもん勝っちゃうこれは
なんか面白いよ、タクサさんって何してる、タクサです、タクサでこのように言えないです、やっぱ噛んだめっちゃ。いやでもこれはでも今までのニコライトがあるからナッシさんがすげえ有利な気するんですけどね。いやでも2連チャン僕来てますね、それ失礼、頑張りなさい。ナッシさんすごいですもんね。あーすごい、あー中で行ってまいそうだわ。誰かあの僕の隣にいる人のバレッセです。ほんまやね、ナッシさん何してる、何してる、これあのあれ何してる、何してる、怖い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 、めっちゃ困ってる。すごいっすよ、もう全然これすごい、これすごい、これすごい、なんだ、なんだ、もうあ、ナッシさん、ほんまに大丈夫っすよ。そう、違ったか。ごめんね、ごめんね。確かにね、りょうさんは専務にてむっつりです。いや、どういうことですか。あ、分かる、ほんまね、おーほーい、なんか、鉄拳みたいで、どういうことですか。めっちゃいいじゃん、鉄拳。え、マジで、おー、鉄拳っぽい。あ、鉄拳ってそっちの鉄拳の、あの、こっちじゃないですか。ストリートファイター、そういうわけじゃなくて、なんだっけ、え、パラパラ漫画、あの、漫画の方ですか。なんだっけ、なんだっけ、おはっさいですやつだ、あ、紙芝居のやつだ。ペラペラ漫画やる。同じやつやそれ。おう、りょうさんはもうカタツムリ、じゃあムッツリ。あ、僕何でもムッツリでも何でもいきます。3人から見たりょうの人間性はガチめに。お、あ、それ聞いたね。それは今まで聞いたことないからね。あ、気遣い、はい、うん、中途半端に優しい、中途半端、悪口やん。なんだろう、たまにいらんこと言う。ただの最悪ですよ。いやでも イケメン、僕はイケメンだと思います、本当に。はい、あとでラーメンを買ってくれるそうです。いやでもね、ケイタさんは枕うまいです。僕ね、もう大体枕なんで。大体枕だね。常に枕ついてる。むしろセックス以外でお客さんできたことないしね、ほんまね。すごいな、それもな。どういうことだ、どういうことだ。ほんまに、すぐ枕する、ほんまに。いい枕なのかな。お腹っすよ、お腹がいい枕。結構僕、いい低反発なんでね。はい。低反発だからね。はい。いいな、いいな。りょうさん、片づむりです。はい、そうです。どういうことだよ。いける、お兄ちゃん系。そうだね。デリカシーがない、空気読めない、ソーローをよくやります。はい、あ、はい、ケルさんの方ですか、僕の方でしょ。もう大体みんな当てはまってて、ね、2分いらないっすね、お前ね。ラッチに言われます。俺の何をしとんねん、ラッチに。しかも、それすごってなんだ。しかも、わらわらだけのコメントはあかんねん、ほんまに。WW のコメントについてはもう、なんか何も拾われへんしね。なんだ、そのなんか真面目な感じでね。おー、これ、ナツさん話して、ナツさんあんま話せへん。話すでー。俺もう話しかできない。笑わなあかんで言うた瞬間で、笑わなめっちゃ入ってきたしね。まあ、めっちゃ喋るで。その前、はい、僕、タクヤと申します。あの、2分かかんないです。どうですか、2分。2分もいりません。これでもさ、はい、このさ、実際男のさ、このさ、このペースなわけじゃん。こうなったらもう早いわけやん。いや、そうなったら多分3秒ぐらいだよ。わかるわ。4秒ぐらいもしてる。このじゃあ、サンフリっていう人ってさ、どうなん、こう入れまくる。いや、どういうことだ。1秒かかんない。こう、これでいくのか、もしくはソロ。これでいくのか。いや、この時点でいくっすよ、もう。あの、引いた時そのマスク。いや、何やってるんですか、ホストです、一応。こんな顔してもね、馬ですけどね。でもね、はい、確かにね、ソロの方が楽でいいよね。はい、俺もうあんま動きたくないしね。どうなんだろうね、ナッチは黙るよ。うん、そう、黙れってことだ。ナッチ黙って、いや、言い方ひど。ごめんな、黙ってる。喋らない、喋らすよ。高谷さんは何もしません。ナッチは何もしません。ナッチさん、牛やで、牛。過去最低だね。確かに過去最低、そんなこと言うねん。でもほんまにやばいで、今日過去最低かもしれへんレベル。そうなんすか。うん、いやいや、ちょっとね、みんなの底力を見せてほしいね。はい、ナッチ、俺とだけがつまらへんわけないよ。そうですね。喋んなきゃ、いるだけでも顔がね。いやいや、すごっ。いやいや、全然いいよ。そしたらやりやすいやろ、お前。それだけでいい。あ、タクヤのことですか。僕、タクヤって言います、ちなみに。コメントのバス。バスってなんですか。俺、今どんな感じなの、これ。はい。話そう。ね。よっしゃ、ケイドさんとりょうさんいなくなったら、もうコメントゼロ件です。ちょっと思うじゃん、そんなことない。タバコ吸うとか。タバコ吸います。赤いな、赤いな。いや、本当にそうとしてるやつ。新 MC 高谷です。本日新 MC、はい、なちです。今日限定、はい、いきます。そうね、なんか言ってください、はい、話して。なち黙って、ごめんな、そんな嫌わん嫌わんでもええやん。寂しいやん。いや、ほんまにね、今すごかった、今
はい、僕あのタバコ吸いてきますって言ったら、あの主任に全力で、いやマジでやめろと興奮。お前ね、今日もかっこいいね。誰誰誰。身内の話。身内の話。いやね、でもね、いやでもこれはほんまにやばいよ、これ過去最低やね多分。いやビビるね、まあまあ、この時間で1000いってないところ初めて見たね多分。ほんまにディスコこれやばいでほんま。いや純粋にやばいっすねこれ。まあ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 、やっぱ拓哉と言ったらなんかあんまいいことないわ。いやいや、那須さんもいますからこれ。僕だけのせいじゃないですか。確かにね、コメントやっぱ伸ばしてよ、まあまあ、すぐ言いますからね僕。これはどんどん伸ばして、どんどん伸ばして。うん、頑張れよケンタ、頑張れよ。 MC いなくなって大丈夫ちゃう、うん、ケンタちゃんとしろ。ケンタはいつもちゃんとしてるよ。ケンタ。優しそうな名前。3月で卒業シーズンだからみんなめっちゃ遊びたいから今見てる時間ないんじゃない。なるほどね。あ、みんな卒業して今もちょうど楽しんでるとこね。そうそうそう、今多分みんなでウェーってなってる。小牧家の目の前でみんな寝てるかもしれない。なんかもうやりさやりさ。指名したら得点。あ、僕に関しては枕ベッド。あ、お腹、あそうか間違えた。指名する人いない。一人ずつ行ってもらえ。指名したら何か得点ありますかって。お、行こう。はい、タクヤから。はい、よ。僕らでいいですか、僕なんですけど。はい。はい、僕、あの、7ヶ月なんで、これ触らせるの。あと、枕の前、ちょっとトランポリンしてください。これ、あの、ちょっと、ね、へこましたいんでね。やっぱ圧力かかれば痩せるかなと。な、協力してください、誰か僕に。はい。なるほど。めちゃめちゃ無理なんで、あの、結構デブなんで。お腹がすごいと。はい。はい、40歳の人は匹敵します。ナシさんどうすか。まあ、絶対損はしないですよね。お、損はしない。おお、なるほどね。それ以上でもそれ以下でもない。うわっ、いよいよ。かけにくわっ。じゃんけん、じゃんけんしろや。お前やって。ナシさん、ナシさん、あ、僕ですか。あ、僕じゃないですか。どっち、どっちだっけ。最初はグー、じゃんけん、ピーターっぽい決めて、どっち。どうぞ。これ僕ですか。僕を指名してくれたら、まあ、店でもまあ全然飲むの、それ別に言わなくても行ってくれたら、美味しいご飯屋さんでも何でも連れてきます。おお、ね、今日は腹減って肉食いたいな。そうそう、葵の食べログ言われ、いやお前はちょっと全然あれよ。ああ違う。葵の食べログぐらい言われてるぐらいでもね。ああ確かにそうですね。全然あります。はい、じゃあ最後、はい、ケイタさん。まあ枕するし、なんだろう、まあライオンに乗ってドライブとか。逆にかっけえわ。てか、お前らが俺のと指名する理由、まあ、俺の顔がかっこいいから。いやいや、パクんなよ。いや、もともとお前もパクりや。お前もパクりや、それ。お前ね、なんやねこれ。みんなでご飯行くわ。いやいや、全然連れてあげるよ。歌舞伎町でも全然いっぱいしね。お前ね、渋谷、原宿、恵比寿、青ざぶも何でも。お前ね、金の使い道今分かんなくて何しようか最近迷ってるんですよ僕。後輩いますよ、ね、後輩いいもんさせてください。お前ね、僕あんま人間好きじゃないんでね。キーワードお前ね、キーワード、コメントマジで少ないな、なんかすごいなこれは。いや、その言い方本当っぽいっすね。おどこら辺、もう一回言ってよって何。あの、ライオンでドライブするってとこ。もう一回言ってよ。もう一回言うよ。お前のこと好き。俺の顔が長いから。そっちな。よっしゃー、なんかコメントしてください。僕寂しいっす。誰か。まあ、ケンタに抱かれたくないとかね。そのままでケンタって言われたくないとかね。うん、ないし。俺の顔が長いから。いや、一応あるよ、まあ、確かに長いっすけど、ね。ようにゃん、ようなんじゃない。ピクニックね、行こう。あ、もうでも4月やから花見のシーズンやね。桜井くんだったらどこ見に行くじゃん。あの、あれやん、東京の桜見に行ったことある。あれ、隅田川と、あ、いやいや、隅田川は俺行ったことないんだけど。隅田川は花火っすね。あ、そうなんですか。2月だな。4月だな。うん、ライオンはドラムだけど。中目黒、飯田橋とかね。赤坂結構いいけどね。赤坂橋の周りを軽く回りながら、はい、わぁ、面白いし。4月はめっちゃいい月ですね。中目黒いいよな。4月もいい。うん、中目黒で一回、北川景子見たことあるからね。北川景子、住んで、今さんも住んでるかどうかわかんないけど。ああ、目が住んでる。3年ぐらい前に。長いの。もういないっすよ、多分。わぁ、これ青くね。僕の携帯です。え、なにこれ。正解は、正解は、おこれ何なんですか。これそれあれや、上の向きで。ちょっととりあえずやっつけて CM 行きます。イエーイ。
ようこそ僕のシンデレラ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。ええ、どうぞ。あ、まだ10分、まだ10分ぐらい。おしゃれなバー。10分ない。おしゃれなバーとかいいね。あの白金にプラネタリウムバーってあるの知ってる？プラネタリウムバー。すごい。それいいっすね。プラネタリウムガチで好きなんですよ。マジ一回あのなんか専務超前に専務と一緒に白金でどっかご飯食べに行こうっつってプラネタリウムバーいいじゃんって二人で一緒に行ったらなんかすげえガチな感じでもうそのまま後でしたっていうね。デートデートですね。セキュリティ。セキュリティ、あーあれかあれ結構聞くんじゃんったらフランスのやつですねフランスのやつって書いてあったんですね海外のやつなんかいい気がしますけど専務がいいっていうその焼き鳥屋行ったってその後行ったんですよあーおー美味しかったフォアグラの、うん、プラベログのプレミアム会員六本木の下のとこだなプレミアム会員なんですよグルメなんで結構あやっと1000行ったっすねどうしようかなコメントなく怖いってどうしようかなご飯はやっぱ大事だねやっぱね食べるってことは生きるってことだね食べるこだわり持たずして生きるこだわりを持たないプロネティエリウム全然違うしプロネテリウムプラネタリウムみたいなプラネタリウム食べろ食べる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 でもタクが食べられて嬉しいやろ、はい、食べる食べる食べるありがとうございますなはい唇どうしたのと書いてありますあの僕もそれいつも思ってありがとうございます先言ってくれてはい、そうなんだろうか、僕がいるからさ、当たり前じゃないですか、僕が来てるからなんだろうか、そういう感じですよやっぱ、自分ってすごいいいな、やっぱな、時はな、今日はな、出れて嬉しいな嬉しいです、ありがとうございます水族館行きたいねはい広々、水族館行きたいよ、やっぱりどこがいいですか、水族館僕行ったこと、ガチ行ったことないです沖縄のとこ行った、沖縄のとこ鶴島のとこね、あらしいね、すごいねケイト、何その、めっちゃバカにした笑い方いや、内勤じゃないし2人おもんなマジでそりゃコメント上がらんわこんなにいやいや逆に来てますてかすごいね今もうだっていい人ってかめっちゃ俺と竹のせいみたいな感じでいやいやそんなことは言ってんけどおもんないなって思っただけでいや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 みんなで仲良くいや確かにね面白いと思いたいです僕今ねこの2人はどんなもんかな思って一応先輩後輩なんですけど一応見学しとこう思ってはいまあね、先輩のいいとこを学びつつ後輩のダメなとこを見てね今僕が頑張ろう思ってはいどうだったんですか残りの少ない時間5分ぐらいねちょっと頑張って話そう思ってはいはい今日は喋って今日はキーナさんお願いします率直な感想その通りだよほんまに、はい、僕が今から面白く拾うんでねあの喋ってもらっていいですかはい結局振るんかいびっくりするわやっぱり MC2 人がいないのこれ言われたらやっぱあかんよやっぱ先にキーワード発表してもいいですかねなんか答えろよじゃあもういいやしたらいいやどういう話だよはい前回うちの葵の店感謝イベントっていうのやっておりましてはい今週のキーワードははい感謝でございますああ感謝です感謝って英語で何て言いますでしょうか Thank you Thank you ありがとうでしょ Thank you 感謝違うでしょ何が感謝って英語でシェイシェイいや、それもありがとう、やよねびっくりする、ほんまに感謝は英語で感謝でもありがとう、あれだよいいえ、感謝とありがとう、全然ちゃうっすよほんとね、じゃあ僕らありがとうって言うときに感謝感謝そんな言わない、言わないでしょ言わないけどだってそういうことでしょ、だって要は、だって一生言うな、そういうことそんな言ったら、でもすいませんほんまにね確かにねホワイトボードの角は痛い、はい、殴っておりません、私は確かにね、昔あのこんにゃくの角に頭ぶつけて死ねよみたいなの流行ったもんね豆腐ありますかねちょっと、あ、豆腐か先行ったからさすがに、これいやこれ一時期ちょっと流行ったしね、これほんとにそんなにありがとう、これやっぱ感謝、精神ですよ精神だねえ、精神はどこに書いたの精神は、いや、書いていいじゃないか私、中国語的にねいや、どうだよね確かにね、ニコ生からの初回支援待ってますよこれ、キャスト側じゃないから、これ
もう確かにね、こんにゃくの角痛くない豆腐も大概やで。確かにね、むしろね、この話の角が立つ感じが一番痛いけどね、俺がね。うまっ、ほんまにね、うまい。それだけで仕事食っていけるんじゃないか。ほんまにどうしようかね。たまにこの会話でも何かかかってたらそれ言ったらいいんじゃないか。全然違くてこっちが滑るみたいな感じだから。こんにゃくの角結構食いついてるね。本当だ、びっくりした、ね、まあ多分群馬県民が多いでしょうね、多分ね、味噌田楽的な感じなんでしょうね。え、それ群馬なの？味噌田楽群馬でしょ。え、名古屋じゃないの？え、群馬でしょ。いや、群馬、あ、名古屋ですよ。え、群馬、嘘やろ。味噌カツ、味噌カツか。いや、そうです。群馬はあれだろ、下仁田ネギとなんかのキャベツ、つなごうキャベツでしょ。あと焼きまんじゅうとか、あとは、まあ俺とか、俺だってあの一回群馬の野望たぶりめちゃめちゃやってて、あ、ね、あ、うまた、うまた、すごいっすよ。なんかシェラス時にも群馬、群馬、群馬って言ってた。あ、シューティングみたいなやつ、ね、そうなんかなめこみたいな感じだぞね。いやでも一応って群馬のリスナーとか俺のファンとか群馬のリスナーの子いるかもしれへんから、そんな言ったらあかんねん、ほんま。いやいやいや、一応ね、群馬の野望やってるよって言うの、今群馬尊敬してもらえたから。前橋、前橋、神奈川の野望とかないからね。いや、僕も神奈川っすからね、そこは入りたいっすよ。群馬の秋が作ったんじゃないかなぐらいの勢い。え、お店にもホワイトはありません。すげえ流してきたね。びっくりした俺もなんか。そんな感じで流してくるから。今日ケイタが殴ろうとしたキャストのイニシャルは、まあ、これは、あの内心ほんまに思ってたのがナチです。バカ野郎。あ、名前言って思ってる。いや、バカ野郎のすごい超いい。イニシャルでもないよ。びっくりした、びっくりした。ストレートや、ストレート。確かにね。バカ野郎。群馬の有名人ケイタ、ほんまに。群馬ほうれん草美味しい。やっぱ山っすからね。群馬のほうれん草なんてそんなあれやったでしょ。りょうさん流すよ、それは。確かにね、このラストの1分、どんだけみんながあと指をこんだけ押せるかっていうのがやっぱ大事。自分を追い込むってすげえ大事。指を追い込むみたいなね、それすげえやっぱやってほしいよね。頑張ってよ。それは後でみんな枕するかしないかはそれ次第やし、やっぱこの後、この後どうなるか全然わからんからね。ほんまに頑張って。はい、群馬風のやつ面白い。もうこれじゃあ、あともう喋ろ、うん、これもうほんまにこんな恥ずかしいコメントでも明日から来週から僕とりょうさん出ません。はい、もうはい、もうほら、びっくりしすぎてこれ外れてもうだ、これ。来週からは MC 拓也。よっしゃー、青いステーション終わるぜー、これで。これでなくなってしまうけど、ね、来週はじゃあホワイトデー、ホワイトデー挟むか。はい、じゃホワイトデーイベント土曜日やってるんで待ってます。お、誰が来るかわかんないけども、みんなただで僕のチンコあげる。はい、やっていいよ。感謝です。ありがとうございました。そむいてビクビクしてては掴めないような方を把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くね強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。